さあ全馬がゲートの中スタートしました。まずまず揃ったスタートを切っています。11番ヤマニーウルスも好スタートを切って 2,3 番手。さあまずは何がいくか。13番ブルーさん先手を主張していく。うちは6番のレガーヌペスカ、3番手に7番バスラットレオン、4番手になった11番ヤマニーウルス、その後ろに5番スレイマンが行って、あとは2番バンヤール、そして15番グロリアムンディ、10番名将ダジンで、早くも縦長。さあ第1コーナーを回っていきます。先手を奪ったのは13番ブルーサン、3馬身リードを取って先頭、2番手7番バスラットレオン、4馬身後方に外11番のヤマニーウルス、3番手に上がっていって、さあ第2コーナーから向こう正面、4番手は6番レガーヌペスカ、前から5頭目5番スレイマンが行って、あとは3馬身後方2番バンヤール、その後ろ15番グロリアムンディ、並んでいく10番名将ダジン、4馬身後方に12番デシエルト、あとは1番マリオロード、外は9番のハピ、2馬身後方に4番リプレーザ、並んで14番ブラックアーメット、4馬身5馬身後方3番原発ルシファー、並んで16番ラインオブソウル。さあ600を切って最後方には8番ウェルカムニュース、3コーナーのカーブ、さあじわりと動いていった11番ヤマニウルス、3番手から2番手、さあ先頭に変わるか、さあこれは衝撃の予感か。さあ4コーナーカーブに向かっていく、2番手は13番ブルーさん、3番手は5番のスレイマン、4コーナーから直線に入った、さあ突き放していった11番ヤマニウルス、リードは2馬身ほど、しかし5番スレイマンが2番手、3番手は大外、9番ハピが接近する、あとは2番バンヤール、そして1番マリオロード、先頭11番ヤマニウルス、2番手は5番のスレイマン、3番手は激戦広がっている、先頭は11番のヤマニウルス、真夏に砂の王者誕生合理、11番ヤマニウルス、そして2着はどうか、広がって激戦、5番のスレイマン、そして1番マリオロード、さらには9番のハピ、そして3番原発リシファー。